尾形さんは、うんうん、あの割と姉御肌っぽいイメージだから、うんうん、割と人の相談乗ってるとか相談があるんですけど聞いてくださいって言われてるような感じがする、うん、そういうのはないの？そうね、なんかまあまあそれなりにちょいちょいはありますけどね。ああ、まあ、最近多いのはあれですね、ある程度の妙齢になってきた女性声優がですね、うん、うちあの相方が、一般人なんですけど、どうしたら普通の人と知り合えるんですかそうですね、ああもう業界人は懲りてるからみたいな、そういうことなんか出会いがないとか言って、割とそういう人が多いですね。確かにそうですね、うん、自分の行動半径でしか出会いはないですもんね。そうですね、そう思うと、まあ、我らもなんかあれもね、普通 の, あの会社の方々もみんなそういう部分はあるでしょうけど、うちらもね、なんかこう割とこう狭いところの一つの大きな会社みたいなところでなんか働いてるじゃないですか、なんとなくね、まあ、みんなね、まあ、まあそうですね、うん、だからそういう意味では出会いが少ないっていうのは確かにそうなんだけど、でもそういう時はなんて答えているの？いや、いろいろあの場合によってちょっとなんかいろいろ ね、 こうね、合コンに行きなさいとかそういうこと、なさいっていうのもなんかいろいろ微妙じゃない？うん、こうなんかこうあなんつうかね、まあ、その人によってねいろいろあるんで、あんまりこう細かく話すとこうちょっとまずいんですけども、まあ、あでも喋っていい、もはやこの間既婚になりましたあのギブユーコさんとかは本当になんかそういう合コンにすごい具体的な話出てきた、ね、いやだってやつはちゃんとラジオで喋ってるみたいだから、あそうですか、あのなんか、合コンっていうかそういうお見合いに行ったそうですよ。すごいですね。まあ、そういう、まあね、新しい出会い、そこに何が待ち受けているかは行ってみなければわからないからね。そうですね、うん、で石田君は行く気あるの？